皆様こんにちは。元レングランツの名古屋です。今回は皆様に車をバックさせるとき自動的に助手席のミラーが下を向く機能についてご紹介したいと思います。こちら正式名称をリバース連動ミラーと言います。この機能、普段運転されていて勝手にミラー下向いちゃうんだけどいらないよと思う方いらっしゃるかと思います。ここでは解除方法、また合わせて設定方法をご紹介いたします。まずは解除方法です。動かすスイッチは一つだけです。それはこちらのドアミラー切り替えスイッチ。こちらのスイッチ、右ハンドルであれば左側に、左ハンドルであれば右側にスイッチを入れておくことでこの機能が解除できます。それでは早速実践してみましょう。この車は右ハンドルですのでスイッチを左側にします。そうするとギアをバックに入れても、助手席ミラーが下を向きません。反対にスイッチを右側にすると、このように助手席ミラーが下を向きます。普段この機能がいらない方はこのドアミラー切り替えスイッチを左側にしておきましょう。左ハンドルの方は右側ですね。それでは皆様、困った時はぜひご活用ください。 BMW で駆け抜ける喜びを。